え皆さんこんこにちは運の和夫です、えー、今ね、えー、オリンパスギャラリーでこう写真展をやっていますので是非、えー、来てください、えー、今日のお話はですね最近あの新しいねビデオの編集ソフトをちょっと手に入れてみたんですで僕はほとんどねマックについてる iMovie でやってるんですけども、えー、どうしてもですねスピードを変換してみたいとつまり僕スローモーションの映画,映画好きなんですけども 僕の撮れるカメラあ持ってるカメラだとですねまあ240コマとかがまあ精いっぱいというものが多いわけですじゃあそういうのをもっとね時間を引き伸ばしてみたらどうだろうかってで普通に iMovie なんかでそうやって引き延ばすと、えー、コマをね同じコマを例えば4倍にすれば4個ずつこう作るわけですねですからえー、一応人間の目だとある程度 スローに見えるんですけども実際のにはその途中が全部ないとである程度速いスピードで、えー、例えば 240fps ぐらいで撮って、えー、4倍に速度を伸ばせばですねそうすれば結構ね1000コマに近い絵が撮れるわけですでこのダヴィンチ・レゾルブのスピードワイプっていう機能はですね、えー、そこのところをですね AI がですね途中の絵を作ってくれるんですねあのー まあ例えば蝶々だと、えーまあ、羽をこう振り下ろすのに30分の1秒かかるとしますよねまあ半分ぐらいまでいくのにもう15分の1秒らいかかるわけですねでそこの間に例えば4倍に伸ばせば4コマ入れてくれるわけですねあの AI がその画面を想像して作るとでこれがね意外とかなりいいんですねあの実際にそういう1,000コマの像で撮ったのとカメラで撮ったのと あまり違わないような。まあものによりますけどね。蝶々ぐらいの遅い羽の動きのものだそうですね同じぐらいの感じにできると。まあ僕の見た目ではわからないですね。実際にはあの科学的に検証するにはそれじゃ全然ダメなんですけども。あの、本当に1000個まあるカメラで撮らなくちゃいけません。でも、まああのそういうちょっと使用したので、そのサンプルを見ていただきたいと。 いうふうに思います。最初はねマレーシアのオナガタイマーです。これは百二十 fps で撮ったものをだいたい四倍から五倍にしたものです。これはですねアオス青緑色ヤキハタイの腸ですが、これがあの給水に降りてくるところを撮ったものです。最初の方が二百四十個まで撮れてて、途中から二百四十の四倍速つまり。 約千コマぐらいにですねスピードを落としています。この調はですね、パップあのチト層ス撮りバネです。向こうから飛んでくるところをマニュアルフォーカスでこちらに来るのを追ってですね撮りました。180コマで撮っているものを4倍つまり700コマぐらいにスピードを上げて見せています。